キッチンですね。で、今回ちょっと一つご紹介したいのが、このキッチン前の収納です。はい、この部分ですね。キッチンの前、カウンターの下を使って、収納を増やしています。はい、これも今回オプションで追加をしています。で、全て今横にレールがついているので、こちらも同じ玄関と同じように可動棚っていうもので高さがこう調整できる棚になります。で、こういうふうにこうオープンな収納になるので、飾り付けをしたりとか、あとはよく普段すぐ読みたいなっていう本を置いて並べてあったりとか、あとはお子さんの勉強道具というか教材をここに置く方もいました。はい、リビングでお勉強するときにすぐここから取り出してすぐ勉強を始められるようにっていうふうに使う方もいます。はい、箱を入れて収納ボックスとかで綺麗にこう飾り付けるのもいいかもしれないですね。お母さんがここで食事を作りながら、はい、こっちでお子さんが勉強する。あ、そうですね、うん、はい、このキッチンに立ってここからだと全てが見えるので、ここで料理をしながら一緒にお勉強の話とかもできますよね。教えたりとかもできるかと思います。こちらキッチンですね。キッチンスペース横にぐーっと広く取ってあります。広くないですかこちら。そうですね、はい、人がもう何ですかね、すれ違うのにも十分な幅があります。うん、3人くらい立てそう。あ、そうですよね、はい、1、2、3ってことですよね。今回住宅のデザインが、まあ、白い床、白い壁っていうのをベースにベージュの扉をこう合わせたインテリアになってるんですけども、キッチンも同じようにパネルの色を合わせて、はい、こういうベージュの木目調で合わせてあります。こうやってこう扉であったりとか部材で統一感を出すと、家全体が一つのデザインにまとまって統一感が出ておしゃれになります。食洗機とかであったりとかはオプションになるので、このあたりはもう欲しい、普段使っていてやっぱり新しいお家にも欲しいなっていう方はぜひ追加してみるといいかなと思います。はい、こちらが床下収納になります。はい、ちょっと開けてみますね。いい感じを開けますとぐーっと深い収納、まあ、床下収納があります。お酒とかであったり、お漬物であったりとか、涼しい場所で保管してくださいっていうものをよくここに入れるんですけども、このボックス外せるようになってまして、これを外すと実はこの下床下点検口っていうのになってます。はい、なのでこの下、まあ、定期点検の時にここから床下を潜って、まあ、点検をしていただくっていうような場所ですね。しっかり床下すべてがここから覗けるようになっているので、そういった面でも安心かなと思います。で、こちらですね、今度キッチンからまっすぐ進みますと、この先に、洗面室があります。はい、洗面室もぐーっと広いですね。ゆっくり幅を取ってあります。はい、で、下も掃除がしやすい床材、ちょっとここから床が変わります。清潔感を保てる床材に変わります。こちらの勝手口、この部分窓ですね、網戸になってまして、上下をスライドすると網戸かぶってるんですね。明るくて換気もできてて結構いいポイントですね。でもこちらが洗面台と、洗面台ももちろん統一しております。はい、扉のパネルの色、幅もゆっくり90センチの大きさで、洗面台縁がない形ですごくフラットなデザインになっているので、掃除もしやすくて、まあ、顔を洗ったりとか何かこうちょっと洗い物をここで作業したいなっていう時でも使いやすい幅を、あとこの部分とかもここまで伸びるタイプのシャワーの鏡、こちらが、三面鏡とかですね、1、2、はい、でそれからこちらにももう一つ収納が、はい、隠れてます。はい、この鏡の裏側にもコンセントがあるので、そうですね、お父さんのひげ剃りとか充電していただくこともできます。はい、でこの横にガス衣類乾燥機オプションで追加しております。
はい、オプションっていうのもあのオール電化にもししたいっていう方であればこちらガス緩い乾燥機なのでガスをちょっとつけられないんですね、はい、なので、まあ、普段使っていてとかこれ欲しいなっていう方はぜひこちらも入れてみたらいいかなと思います、うん、でこちらこの先が浴室ですね。はい、浴室がちょっとこう爽やかなブルーのパネルになっています。奥行きもぐーっとゆっくりある、ユニットバスですね、足がこうゆっくり伸ばせるぐらいの奥行きがあります。伸ばしてもまだ向こう当たらないので、うん、結構ゆっくりあるんですよね、うん、お子さんと一緒に入っても全然狭くないです、はい、で今私がちょっと座っていたところにこうやってベンチがあるんですけども、ベンチタイプ半身浴をしたい時とかまだお子さんが小さい時あの深くこう入ってしまうの怖いなって時はここに座らせてあげて一緒にお風呂に入るっていう、こともできますよね。いいですね。これはこのベンチタイプじゃないのも選べる。あ、じゃないのも選べます。もう完全なこう、まあ、ベンチじゃないフラットな、フラットというか深さのある四角いものとかもあります。うん、まあこちらのパネルの色もたくさん種類がありますし、シャワーヘッドの種類であったりとか、うん、あとカウンター部分の色を変えたりとか。ここだけではなくて残りの3面も全部色を変えてちょっと落ち着いた、かっこいい色、黒とかブラウンとかにされて、ちょっとこうホテルのようなお風呂にした方もいました。これホーローっていう素材になります、はい、ホーローっていうのが、金属素材の上からこうガラスコーティングをしたものになりまして、水とか油とか汚れがすごく落ちやすいんですね、うん、掃除がしやすいです。なのでカビとかも発生しにくいような素材になります、うん、こういうふうにオレドっていうタイプになってるんですけども、最近片開きの扉を選ばれる方も多いです、はい、このあたり結構細かく選ぶことができます、うん、この先ちょっと廊下を進みまして、で突き当たりに大きな窓があって光がよく入ります。でこちらの扉を開けると、はい、こちらがお手洗いになります、はい、こう閉塞感がなくてとってもいいかなと思います。こちらの、タンクを隠すキャビネット、足元にもトイレラフっていうちょっとこう大理石風のデザインの床材を入れて、まあ、さらにちょっと高級感を持たせた、デザインに仕上げてあります。こちらもご紹介しておきます。この部分がですね、階段がこの先にありまして、階段の下を使った収納になります。扉を開けますと、ここだけでもすごい深く広い収納が作られています。奥にぐーっと、はい、奥行きがありますね。コンセントもあるので掃除機とか掃除道具を収納することもできる。でここもきちんと閉めるとすっきり。ではいよいよ2階に上がっていきたいと思います。この玄関 と、キッチン、この2つをこれだけ広く取ったとしてもリビング、ダイニングの大きさもゆっくり取ってあります。